アデル・ターラブとは、モロッコ出身のサッカー選手。SL ベンフィカ所属。ポジションは MF。名字は、ターラブとも表記される。モロッコのフェズで生まれ、幼少期に両親と共に、フランスのベール・レタンに移住する。2006年、12歳から所属していた RC ・ランスで、プロデビュー。同シーズンの冬にトッテナム・ホットスパー FC に、レンタル移籍し、 シーズン終了後に完全一席。2007から08シーズンはある程度出番があるも、2008から09シーズンはファンデラモス監督に背番号を剥奪され、リザーブチーム生活が続いていたが、ハリー・レドナップ監督就任後にトップチームに復帰する。2009年冬、クイーンズ・パーク・レンジャーズに半年間のレンタル移籍。翌2009から10シーズンも開幕前に、 QPR へ再びレンタル移籍した。2010から11シーズンから QPR へ完全移籍すると8月に月間最優秀選手に輝くなど中心選手として活躍。44試合に出場し19得点を挙げ、QPR のチャンピオンシップ優勝とプレミアリーグ昇格に貢献し自身も MVP に選出された。 2012年夏にはパリ・サンジェルマン FC が獲得を希望したが、移籍は実現しなかった。2013年8月7日、QPR の二部降格に伴い、フラム FC にレンタル移籍。リーグ戦12試合に出場したが、十分な活躍を見せられなかった。2014年1月30日、AC ミランにレンタル移籍。2015年6月12日、 SL ベンフィカに5年契約で移籍した。しかし、不真面目な練習態度であったことから、監督に信用されず、出番をほとんど与えられなかった。2017年1月11日、ジェノア CFC にレンタル移籍した。レンタル期間は1年半。育成年代では、フランス代表としてプレーするが、フル代表では、モロッコ代表としてプレーすることを選択。 2009年2月11日、チェコ代表との親善試合で初出場を記録した。同年3月31日の親善試合、アンモラ戦で代表初ゴールを記録。2011年6月に監督との確執で代表引退を表明したが、その後代表に復帰した。ありがとうございます。